ペインティングナイトの簡単な紹介ですが、4人妖精がいまして、今喋ってるのが、絵画の妖精と呼ばれる4人になります。はい、で毎回、ゲストを1人お呼びして、ゲストの制作場所を覗こうという。で、その制作についてとか、ぐだぐだ4人が喋っていきますという企画になってます。ここに、4人ぐらい、ゲストの素晴らしいペインターを紹介していて、今回5回目のゲストの中根結衣さんです。ではちょっと回します。中根さんお願いします。お願いします。はい。あ、こんばんは、中根です。あ、自己紹介でいいでしたっけ？はい。はい。自己紹介？ご紹介でいいでしたっけ？はい、すいません。中根です。去年の3月に、美大の大学院を出て、で、今は大学で助手の仕事をしながら、制作をしています。で、絵を描いてるんですけど、なんかこう、こういう、なんか自分で作ったなんか立体的な素材に、まあ、なんか、アクリル絵の具とかで絵を描いてたり、そういう制作をしています。よろしくお願いします。お願いお願いししまます。す。じゃあ。どんな制作を今日はしてくれるのか、ちょっと簡単に紹介してください。あ、そうだ。今日は、もう先に作ったこういう、なんか、これは石を型取りしたものなんですけど、これが子地体で、今日はちょっとこれに描くものを、ちょっとのんびりまず考えて、で、決まったらこれに書くっていうところまでやろうと思います。すごい。そうなんだ。着手してます。みんなすごいね。土屋さんも作品を作ってくれてたからね。そうだこのね、間もうね。ね、あれ出来上がったなってて。そうだね。じゃあ、ちょっと、実は、事前に毎回、ゲストに質問を投げていて、で、その質問の回答をもとに僕の話進めていくって感じなんですけど、早速やっていきます。そう、なんかでも反省があったよね。なんか結構これ、どういうふうに進めるといいんだっけ？毎度、91から、順番に読み上げて、その回答について、なんか喋りながら進めていけだる。けど、後ろ半分ぐらい結構余裕見とかないと、いろいろできないっていうね。でも前回とかは普通なんだろう。なんか自然にいい感じで全部できなかった？この98まで。あ、なんか98が終わった後に、ちょっと作家と話す時間、ゆっくり欲しいな、みたいな。そうですね。なんか、せっかく視聴者増えてきたからね。もそう。う、そう広い。いう意見をね、以前いただいたんです。さあ、そう。まあ、サクサクいけるものサクサク。意外にそうそう、進めた方がいい。はい。ではでは、91から。まず、先ほどの自己紹介とかぶりますが、91、プロフィールを教えてください。北海道生まれ。で、北海道生まれで、愛知県と千葉県育ち。で、立体的なものを作っています。で、先ほど本人がおっしゃったように、去年の春に東京芸大の大学院を修了し、今は助手をしつつ制作をしています。生まれ北海道の人結構多い。育ちは千葉、愛知千葉だから。結構多いって、その美術系にってこと？なんか、最近、なんだろう、制作してる人で、北海道出身だったっていう人を結構会うような気がして。例えば？例えば、まあ最近でもないけど、今聞きに来てくれている中川君もそうだえ、そうなの？答えを待ってない。他にもね、何人かいたんだよな。なんか事情をちょっと聞くとあれだよね。その、北海道にいるか、その東京近辺に出てくるかみたいな、策が
あって、だからわりかしこう、ここにいる人が多く感じるっちゃ感じるのは俺もありますね。なるほどね。まあ、これちょっとだけ聞きたいんだけど、この生まれ育ちはどういう配分なのかな？何歳ぐらいの時に愛知、千葉に移ったのかな？愛知、千葉って。生まれて割とすぐにまず千葉に引っ越して、その間もなんかちょっとあったんですけど、とりあえず千葉に引っ越して、千葉で年中さんぐらいまで過ごして、その後、愛知に行って、愛知で小5ぐらいまで過ごして、で、また今度、千葉、成田に、千葉に戻ってきて、その後はずっと千葉です。結構千葉色強いんだね。そう、うん、なんか、出身はだから、これちょっと聞きたかったんですけど、はい、この愛知、千葉は僕その地名をなんとなく知ってるからどういう関係かっていうのは分かるんですけど、うん、愛知はどんなとこに住んでる、うん、名古屋でしょ。愛知は小牧市というところに住んでる。違うよ、小牧か、うん、じゃあちょっと名古屋から離れてる、そうですね、隣、あ、小牧長久手の戦いでしか来た。図書館が。都市部っていうよりかは郊外っぽい感じなんですか。うん、なんか田んぼも、なんていうんだろう、うん。でも結構住宅街も結構あるし、でも田んぼもあるしみたいな感じですね。うん、えい。じゃあもうなんか結構さ、北海道感もあるよね。うん。って言われると、なんとなく作品から納得してしまうところがあって、でもな、それがなぜなのかっていうのは。いや、そう、ちょっと前にさ、北海道で中根が展示をしたときに、うんうん、で聞いたときに、なんかすごいしっくりくる感じがあって、なんなんだろうと思ってたんだけど、うん、生まれだったんだなみたいな、うん、ずっと心北海道にいる感じがある、うん、あんのかね、うん、そうです。北海道親戚住んでるの？親戚はもう多分住んでなくて、おばあちゃん家もあったんですけど、もうなんか売っちゃって。それは札幌？あ、それは札幌、うん、みんな札幌。そうなんです。もう血のつながりはないって感じです。ちょっとでも飛び湯に行ったりした時に、なんかその北海道のことを考えるようになったのかな、うん、北海道のことを考えるようになった。なんかでもずっと割と考えてて、なんかこう憧れみたいなのがあって、こう生まれた場所なんだけど、うん、生まれた場所だからお墓参りとかも行くし、うん、なんかこう割と身近に感じてるけど、でも地元の人じゃないみたいな距離感があって、うん、そこで育ってはいないから、うん、そう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 、若干あれだな、距離感もある。うん、94とかでまた出てくるから、うん、これ後でまた聞きますかね。そうだね、93とかになって、はい、9に子供の頃好きだった遊びは、遊具などを別のものに見立てて遊ぶ、見立て、シルバニアで遊ぶ、で、ゲーム。読まれるとちょっと恥ずかしいですね。遊具でも別のものに見立てて、見立てで遊ぶって、そう、遊具って公園のあれ、うん、見立てか、なんか見立てられる、みんな。例えば。中根、書いてていいよ。はい。見立てられないですね。どういうこと？滑り台が山とかってことかな？滑り台山とか、なんか、あと動物かな？でも、動物に見立てられるのは、なんか、結構、もう動物になっちゃってるものが結構。見立て？見立てね。ちょっと遊具は違うかもしれないけどさ、なんつうの、丸い石みたいなのがさ、う
なんていうんだっけ、チェーンでつながれてる丸い石みたいなやつ。全然わからないよ。いけないよみたいにするさ、丸い石。なんか丸い石等間隔に立ってるじゃん。はいはいはい、わかりました。公園の入り口とかにあるやつね。ええとかさ、あの道路の白線とかさ、うん、そういう等間隔に並んでるものをさ、なんて言うんだろう、歩くときってさ、うん、そのそこ以外のとこがなんか、あ、毒の海とか、海とかね、あか、そういう溶岩とか、そういうことか、うん、あ、そういうのはやる、領域分けしてたの、うん、あ、線の上歩くとかね、そう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 、それはあるけど、遊具自体にっていうのはあんまりなかったな、ね、うん、見立てるとしても、ジャングルジムとか、うん、めっちゃ幾何学的な構築物だけど。難しい。なんか遊具っていうモチーフは、なんか中根の制作を見てすごいしっくりくるよね。うん。うん、まあ、シルバニアもそうだね。結構割としっかりくる。うんうんうん、小さい模型。うん、小さいものがやっぱ作品、かなり小さい。うん。ものが、てか相対的に他の普通の人と比べると各面とか相当小さい。あ、中川くんが何か言ってますね。建物の、ずっと前に芸祭の展示かなんかで白い石自体にポツポツ建物とかの絵があったのを覚えてます。雪の風景みたいな。あ、これ後でね、あの作品見るときに過去作でちょっと画面に出します。 そう、それもちっちゃい、多分その、うん、シルバニアかのようなサイズ、まあ、それ以下にも見えるものが多い。あとは、うん、ブランコとかさ、滑り台とか、まあ子供にしたらやっぱり結構でかいじゃん、うん、でなんかああいうこう、まあ、中根さんの後の作品でも出てくるかもしれないけどさ、その物は小さいんだけど、それが壁とつながるためにこう黒いチューブみたいなのがこう接続されてて、うん、壁からぐわーって乗り出してきて、うんうん、っていうのが、まあ、よくあるんですけど、ああいうあのチューブの質感とか結構そのブランコの、うん、あの乗るとこじゃない部分、外枠の部分とか思い出したりするなぁと思って、うん、そうね、結構物々しいんだよね、その支持体を、支持体を支持する部分、うんうんうん、ゴムとか鉄とかそういうのを感じさせる、ね、ゲームね、ゲームはゲームってなんだ。いや、ゲームはコンピューターゲームでしょうね。コンピューターゲーム、やっぱりちょっとそのサブカルと不思議につながってくるっていう話もあるよね。あったよね。そうだね。ゲーム、ポケモンですか？あ、もうポケモンが、そうですね。ポケモンとか何でもやってましたね。結構やってた。登坂くんもね、ゲームやる側だもんね。いや、でも小さい頃と、なんだろう、ポケモンとカービィとか、あ、なんだろう、でもスマブラやってたでしょ。うん、うん、なんかスマブラはトラウマだな。なんで？いや、うちはなんか、なんだろう、テレビゲーム、ゲーム機禁止の家だったから、うん、買ってもらえなくて、で友達の家に遊びに行ったらみんなやってて、でもうちは自分でないから。めっちゃわかる。で、なんかめっちゃ弱いから、やっても一瞬で吹っ飛ばされて、そっちで、後ろで、黙ってみんなが盛り上がってるのを見てるっていう。あ、わかるわ、完全にそっちだわ。結構この世代さ、その分かれるんだよね。分かれる。ゲーム禁止されていた家ってさ、それなりにあると思う。僕は、うん、僕も完全にそっちで、兄貴が全部クリアする。なんか僕はそのクリアした後のさまようだけ。クリアする寂しいゲームだね。側だね、僕も。
ちょっと奥の声が遠いな。ごめんごめん。基本叫んでくれると。はい。じゃあ、3番で。3番で。3番、ちょっと待って、はい。好きな場所を教えてください。寒くて広いところ、空き地、燃える沼公園。寒くて広いところってもう北海道のイメージになっちゃってるんだけど、あるいはもっと広い、なんだろう、シベリアとか。あ、それで。でも、なんか空き地と寒くて広いところだから、まあ、広いって難しいよね。その、山とか、そういう、なんか切り立ったところだと広いって感じじゃないから、うんうん、でも、まあ、平らなところとか、まあ、関東平野の平らなところ、うん、畑はやっぱ広く感じるよね。うん、関東平野はやっぱり、うん、そうだね、相当、多分中井さんの住んでるところ周りはめちゃめちゃ広い。あ、今は砦なのかな。あ、住んでるのですか。うんうん、住んでるのは成田に住んでます。成田、はい。ああ、いや、吉村くんは住んでるところを暴露しがちだよね。はい、そうです。ぼっかしてきたよね。本当に微妙にその、今住んでるところって話題が出ちゃう。詳細は。燃えれ沼公園ね。行ったことない。え？燃えれ沼公園、聞いたことないの？行ったことない。あ、行ったことない。うん。俺も行ったことないな、行きたいな。行ったことあるよ。ここもある。いいなぁ。ちょっと燃える沼公園について一言長根さんに。あ、私、でも私も数年前に行ってなんか良かったんですよね。広くて風とかめっちゃ強くて感じです。マジか。燃える沼の乾燥、広くて風が強いか。でも、なんとか平らなところに起伏がボコボコある感じ、うん、人工の感じ、人工のなだらかさとかは、うん、大さんの支持体っぽいなぁとは思う。うん、うん、なんか、なんか、大さんの作品、展示風景とか見ると、皆さん、聞いてる皆さんもどんどんわかるかと思うんですけど、やっぱスケールがなんか多様で、うんうん、燃える沼公園ちょっと見せようか。なんか、うん、そこ結構中野か、このイサムノグチのここ結構中根さんの作品にそのまま通じるような、見てみたら。今見えてますか。見えてるよ。こんな感じか。その引いた写真みたいな Google マップの、いやー、この感じね。そう、なんか緑だ、なんで緑って印象がめっちゃ強かったな。それだから夏に行ったの？秋口かな。芝？そう、いや全部緑だね。緑と、あ、気持ちし、ほんと白上、鉄の銀色とか。なんか、完全に上から見たら地上絵的なというか、うん、なんかイサムノグチだから、うん、なんだろう、火星から見る彫刻とか、そんな考えてたのが、やっぱり、燃える沼公園にも、うんうんうん、反映されてんだなっていうか。もっとあれだな、広くて風が強いだけじゃ分かんないな。結構大変だったんですよ、広くて。なんか全部なだらかではあるんだけど、スケールが全部でかくて、うん、なんかすごい、うん、かに身体を感じざるを得ない感じだった。うん、なんかこう、厳しさというか。僕も札幌国際芸術祭の一番最初の時に、確かライゾマと坂本龍一がってサウンドインスタレーションしてて、うんうんうん、まあそれとかもありつつ見に行ったんだけど、まあ特に何か
る場所って感じじゃなく、ここあって、うんうんうん、ただそのピラミッドみたいな山があったりとか、うんうん、そういうところをこう歩きながら見るのが変わって、自分の身体感覚とかもこう大きくなったりする感覚があって、それが異様に楽しかったんだよね。うん、僕ちょっと一回長根の方に戻してもらっていい？あ、さっきまで書いてたのから球体に行ってる。球体に行き始めたね。あ、でもこれ球体に書くためのあれだったのかな、この黒い円みたいな。びっくりしたんだけど、これが面白いよね。ちょっと長根一回その下書きのやつさ、スッて中心らへんに持ってきて。ありがとう。あ、続けてていいよ。下書きなんだこれ。いや、これいくつかの面から見てるってことなのかな。中根さんドローイングでこれ前あったけど、そういうことだったのか。なるほど。なんで見たんだろうと思ってたんだよ。よし、ちょっと後でゆっくり見るとして。急に球体に書くね。いやでもなんかスケール感の行き来がさ、なんか燃える沼公園の中にいるときと、その好きな遊びの時のシルバニアとかで、うん、あのすごい小さい模型をなんだ、自分は巨人ぐらいの視点から 見るのと、うん、あのドローイングの中に入り込んでしまっているような燃える沼公園ときなんか行き来があるな。うん、94行ってみよう。はい。はい、94は最近読んでよかった本は、最近じゃないけれども、斎藤、なんでだろう、すぐるかな、すぐる清、斎藤すぐるかな、あ、もう、まさる斎藤まさるさんの北海道を考える。うん、北海道を考える。で、もう一冊が最近読み始めたばかりだけれど、中原雄介の人はなぜ絵を描くのか。おうん、これは4人の中の誰かが読んできたのかな。という予習は誰も予習せず、随分昔に手に取ったなっていう、うん、北海道を考える？いや違う、中原雄介は北海道を考えるは、北海道を考える、北海道を考えるは具体的に何を考えるんだろうね。歴史なのか、地理的なことなのか、産業とか、全部なのかな。中根さん、どんな本なんですか？なんか、北海道新聞か何かのコラムをまとめた本で、あ、なんかこう、結構、つながりがあったりなかったりして、その、章でするんですけど、まあ、結構、ざっくばらんに、なんか、著者の人はもともと北海道の人じゃないから、九州から来た時の自分のなんか学生時代の話とか、こういう札幌ってこういう町だったよねとか、うん、アイヌの話もしたりとか、うん、結構なんかいろんな話がポンポン出てくる感じの本ですね。そうか、コラムなんだ。北海道を考えてるんだなっていう、いろんな項目に北海道出てくる。そうですね。相当、本当だね。今のところ北海道が全てをつないでいると思うけど。ね、うん、生まれだけど育ちの地ではない。だからそういうの結構難しいよね。とかも興味があるのかな。ルーツ。ルーツっていうのかな。故郷っていう。うんうん、本について調べてもあまり詳細が出てこない。人はなぜ絵を描くのか。人はなぜ絵を描くのかを読み始めたっていうのは結構おもろいですけど。なんで？いや、なんかその自分が絵を描いてる理由というか。なるほどね。当たり前じゃなくてね。そう。まあ、こう疑ってまたこう再定義し直すタイミングっていうのがなんか結構、うん、あ、そうだね、今来たのかみたいなね。うん、まあでも
僕と修了が中根さん一緒だからで2年ぐらい、うんうん、だからまあタイミング的にすごい共感する感じはあるけど。なるほどね。この本ってさ結構流行ってたの芸大でっていうわけはない？なんだ、僕の周りはそんなことないと思うけど、あの洞窟壁画から始まるからさこれ、うんうん、なんか芸大の人で洞窟壁画に関心ある人ってちょこちょこいて、あ、洞窟壁画はあれじゃない？お父さんとかのがポピュラーかも、うん、なんかむさびの先生もみんな洞窟壁画とか言ってたよやっぱ何なんだろうね。どっちかというと美術解剖学的なノリだけどね、芸大だと。ああ、そうか。うん、確かに、その布施さんがやってる系か、うんうん、港千尋がやってる、もうちょっと映像とか、そうね、うん、感じの、二通りある感じがするよね。そうね。授業でもやるんじゃないかな、なんか。9号。9号。はい。はい、早い。はい、作品を見てもらいたい人を教えてください。森千尋さん、あるいは誰でも見てくれたら嬉しい。誰でも見てくれたら嬉しい。素晴らしい。96まで一緒に行って話す。で、96で、で、96の方で影響を受けたアーティスト3人をは展覧会3つで、ここアーティスト名が、結構上がっていて、アンドリュー・ワイエス、フランク・ステラ、森千尋で、ワタリウムでやっていた展示のここより北へで、これが石川の写真家の石川直樹さんと奈良義友の、うんうん、という森千尋さんが結構2回の名前が、ちょっと俺分からないからさ、あの奥また出してもらっていい、うん、森千尋さんっていう人、はい、結構この森千尋さんっていうのがこう妖精の間で物議を、妖精？妖精？妖精たちの中で、妖精たちの中でね、そう、自分たちは、まあ、意外っちゃ意外だった。森千尋さんっていくつぐらいの人なの？ん？どうなんだろう、40代？もうちょっと言ってんじゃないかな。ほんと？わからん。あ、これは見たことあるな。モダン、なんかこれモダンバレーとかなんかいろいろ書いてるやつ。CV ない。CV？ 遺伝物。不眠の匂いっていうタイトルなんだ。うん、あ、いいよ。78、大阪生まれ。もう知ってる。京、一芸、うん。京都一芸。何歳？今めっちゃ42歳。42歳。ああ、そうなんだ。主な有名な展示は何？まあでも夏への扉、やっぱそうだよね、うんうん、マイクロポップの人だよね。で出てきた感じで、あの、うん、マイクロポップの時かなり若いっていうイメージ、そうだね、そうだね。マイクロポップ奈良さんとかも全然ずっと上だからね。そうね。マイクロポップ。マイクロポップで田中幸喜より下だから。まあでも大体一緒ぐらいね。うんうん。この人はどこに所属していてるの？どうなんだろう。なんかあんまり見たことないな。なんか画集とか、うわ、それこそマイクロポップの展覧会図録で見た。なあという感じ、うん、すごい面白いのはこの4人なんやかんや今まである程度誰かしらがこう好きだったりとか、うんうんうん、通ってきてるあの作家があったんですけど、うん、森さんに関しては本当に誰も通ってきてるじゃない今この4人とも通ってきてる。あ、そう、あ、森千尋か詳しくないやみたいな感じになっちゃった。そうだね、出しにねえって感じ。うん、もちろん知ってるし、やってることも、まあ、松井さんが書いてあったことは、これ前回もさ、聞いたよね、あの、土屋さんに。そうだね。ちょっと聞いてみようか。うん、そう。これだって、影響を受けただけじゃなくて、
作品を見てもらいたいのも森さんなんだもんね。そうだね、うん、あ、喋った方がいい。あ、ちょっと教えてほしいんだけど。うんうん、いや、でも実は、うん、てかこの質問がその影響を受けた人も見てもらいたい人もなんかめちゃくちゃ困って。あ、困ったんだ。あんまりパッと、アンドリー・ワイスはパッと出てきて、本当に初期の初期から結構好きだったから、うんうん。このね、中根の返答で、この4人は大騒ぎになって、うん、夜中、深夜まで3時間ぐらいずっとメールしてたよね。いや、結構盛り上がったよね。なんか申し訳ない。いやいや、え、それで森さん。森さんが出てきたのは、うん、なんか影響を受けたっていうのがすごいしっくりきてるわけじゃないんだけど実は、うん、ただ、うん、学部生の時に来たんだよねゲストで。ああそうなんだ。集中講義で大潤さんと話してて。ああなるほど。なんかまあ正直 その前から作品はちょっとだけしてたけど、うんうん、なんかこんな絵描く人いるんだって思って、でなんか、うん、なんかちょっと恥ずかしいんですけど、なんかその時すごいこう悩んでたりして、うん、うん、落ち込んでる時、話してる内容も面白かったみたいな、面白かったんだけど、すごいなんかすごいショックを受けてで、その講義を聞いた時に、あ、そうなんだ、うん、それは？なんだろう、うん、正しい、これ正しいか分かんないけど、なんかすごいこう、その時大潤さん先生とのやりとりがなんかこう、なんかすごい画家のやりとりだなみたいな思って、画家だなって思って、でそう、大潤先生も森さんも本当、うん、なんて言えばいいかわかんないですけど、画家だなって思って。まあ、そうね。そう、すごく。私、なんか、結構初期からこういう、なんかよく、なんか絵な、ね、絵だけどみたいな感じのことをしてて。そうだね。うん、そうなるほど。なんかこう、すごいやっぱ、絵描いてるつもりでいるけど、なんかでも画家ではないよなってずっと思ってて。うんうん、その自分が思うザ・画家である森千尋さんにが、うん、自分の作品をどう見てくれるのかなっていうのを見てみたいってことね。それはあるかもしれない、うん、ちょっとなんか、うん、ちょっとイメージついたからちょっと名前を挙げさせていただいた感じですね。見てもらいたい、本当最初結構誰も見てもらいたいかって困っちゃって、なんかあえて言ったって思った感じです、うんうん、これはこの質問は別に誰でも有名な人とかじゃなくてもいいんだよね、黒さんはね、うん、そうです、そうです。そう、だからなんか前回その土屋さんの時にもこの質問があって、結構その質問だけ見た時はなんか見てもらいたい作家とかよりも結構身近な人が上がってくるかなと思ってたら、結構作家が上がってくる。まあ、これ結構、それも意外だったな。おもろいのは、その、やっぱり、ここに軸足を置いてるかっていうのがちょっと見えるというか、うん、この3人は割かし、まあ、ステージがだいぶ違うと思うんだけど、まあ、アートだな、アートの人たちだなっていう感じがする。そうだね。うん、そうだね。私に、ワイエスはいる。美術館で見る作家だね。美術館っていうイメージがあります。うんうんうん。わりかし、まあ中井さんの作品の設置方法とか、わりかし特殊だから、美術館とかある程度こう広くて、なんだろうな、許されているところだと安心感がある作品だなと思う。うん、YS とステラの前に、うん。うん、中根さんの過去作をそうだ、ね、みんな見た。あ、今行く？今行った方がいいと思う。あ、そう。結構
まあ、YS すごい納得いくのと、ステラはステラで納得いくのが両面なんかあるから。じゃあ、そうしようか。じゃあ、ちょっと、そうさせていただきますね。うん、じゃあ、今、みんなどんなんなんだって思って。そうそうそう、どんなんなんだってなってる気がするので。2015年というと、これは学部1年生なんだな。5年前か。5年前か。あ、じゃあ、全然もっと最近、うん、学部の頃ってことか。学部生の頃。あ、でももう、うん、この長い、突出している棒の先っぽに書いてある。覚えてんな、見たな。ただちょっとあれだな、時系列になってないな。あと、うんうん、これ卒業設計？いや、これは学部3年とか2年、3年、2年ぐらいの時。これは芸優賞だ。あ、そうです。うんうん。めちゃめちゃ高い位置にあったんだ。で、これさ、奥逆から見た方がいいんじゃないかな。一番下が一番昔じゃない？これ。うん。あ、それはそうですね。1年生の。これ取り出だよね。これ初めてなんか課題とかじゃなく作ったやつですね。サイドフォームみたいな。わあ。これは なんで2つに分かれてるの？これ単純にパネルを2枚くっつけただけです、ね。ああ、かっこいいね。うん。裏面を見せない。うん、かっこいいな。壁から出てきて。これは隠れてる部分にもじゃあ書いてあるの？うん、隠れてる部分。あ、壁にくっついてる。いや、それは書いてない。あ、じゃあもう最初からこういうふうに展示するって決めてたんだ。うん、多分。多分。あんまり覚えてないけど、多分。なんか裏表のことを多分考えてて、この時。そうだよね。うん。おお、球体。あの砦の。で、この奥に映ってる作品は違う人のってことか。あ、そうですね。球体なんだね。もうだって1年生ってこと？うん、すごいよね、うんうん、びっくりするよ、本当に一貫性がありすぎて、うん、うわー、これとかなんだこれ、すげえ。何の球体これ？これ、発泡スチロール。発泡スチロール、うん、どれぐらいだろうね、これ30センチぐらい、40か50ぐらい、50センチぐらい。その時から金具がやっぱりちょっと物々しいというか、遊具チックな、うん。だけど、その大きい獅子体に対して小さい絵っていうアイディアはまだないよね。うん、まあ、でも、その両画面というか、あの、うん、とこはちっちゃいね。大きい面に対して。面とか線とか。描写ね。関してるのがその立体物なんだろうな。なんかこのちょっとミニマルな感じもある立体物の表面っていうか、本当表層にイメージとしての絵が載ってるっていうのがずっと続いてて、うんうん、でその表層に載ってるイメージだけ追っていくと、過去作だと、まあ、YS がすごいしっくりきたり、そうだね、それ以降だと、まあ、森さんって言われても、うん、ああっていう感じがあって、でもこの、まあ、指示体ともなんかこう、中根さんの場合は単に指示体っていう言い方もなんか変な気するんだよな、この、うん、表層と構造っていうか、なんだろう、いやだけどさ、うん、これをこの2つの作品は同時同じ時期に描いてたの、なんかね、さっきの最初のパネルとパネルを組み合わせてる作品と、うん、パネルの作品は芸祭で出して、でそれはその、うん、その9のはその後のアートパス、アートパスで、うん、でもこれ1年生でさ、うん、もうその完全に異なるアイディアを2つ試していて、つまりそのパネルっていうのは明らかにこう正面性があるものを背中合わせに組み合わせることで、なんていうか絵の面みたいなものを考えてるけど、球っていうのはさ、
その正面がないものじゃん。そこにこうイメージを乗せた時にどうなるんだろうみたいな、うん、なんていうかアイデアのレンジを端から端までちょっと一遍出してみた感じがあって、なんかすごいなと思うけどね、うん、そうだね。でその間をなんか詰めていったのがなんかその後の制作っていう感じに見えるというか、うん、広くすごい。風に書いてるし。いやすごいな。なんか、俺とかしっちゃかめっちゃかだもんな。いや、しっちゃかめっちゃかだよ。大学、はい、芸大の湯が1年生なんてさ。ねえ。すごい。でもこれ、いきなりこの立体な、これだけ立体性のあるものに書くって、なんでなんだろう、1年の時から。これとかめっちゃ YS が理解しやすい。ねいきなりとはいえさ、一番最初のパネルとパネルを背中合わせにしてる絵っていうのは、まあ正面、基本が正面で、側面まで描いたやつ同士をくっつけてるだけだよね、うん、だからすごい落ち着いてるように見える、うんうん、落ち着いてる中にも自分のなんか気になってることっていうのに取り組んでいるアイディアがある、うんうんあ、これは中川が行ったりしてたやつかな。これ雪の中にポツポツ建物がある。うんうん。ここが怖いですよね、完全に。まあ、色そうなんだ。なんか、描き方の。ワイエスの感じ。これ覚えてます。この感じなんだ。うん。あら。側面まで回ってて。丸っこいんだね。フィクサポジションなんじゃないですか。ああ逆スタポジションですね。うん。逆スタポジションしかないね。前回、あれはノルウェーの作家？そうだね。ヨックム？ヨックム・ノルドストリオム。木に埋もれた景色っていうのは、それがあるかもしれん。うん。うん。こんな、千葉じゃないな、これは。そう。これ、北海道の景色。あうわなんかちょっと泣きそうになってきた、ね、なんかさっきの円の絵はさ、まあ、全てこうつながってるじゃん道路もさ、うんうん、でこっちの雪景色の方はさ全てさ孤立していてさ離されてるようにさ、うんうんうん、見えたんだけどさ、うん、雪を通して全部つながってるなって思って、うんうんうん、いつも思うけどお前がすごいよその解釈、うんうん、まあなんか切り離すと同時 に雪が深いから孤立しているけれども雪がつないでいるっていうかすごいですね。そんなことつないでるように見えるかっていうのはちょっと怪しいところだな、うん、これはなんか土屋さんの絵とかに比べるとだいぶちょっと絵なのかってこう一瞬疑うような雰囲気があるような、うん、その絵なのかの絵っていうのはどの？いや、そのあまりにもその平地されて調整がお互いのその、うん、なんていうのかモチーフの間に調整がない結果、うん、つながってるように見えない、うんうん、違う要素でこうつなぎ止められてる。違う要素っていうのは絵の端っこがこう丸まっている感じとかによってつなぎ止められているように見えるのかな。これはつなぎ止める、うん、なんだろう、ここでそのイメージ自体がここで完結しているのにあまり必然性を感じないみたいな、ね、うん、それもある。いや、うん、そイメージ自体はまあそうだけど、なんか土屋さんの場合はさ、このモチーフとモチーフの隙間の地の部分に、うん、なんか実はこうちょっとしたこう色味とかがあって、うん、なんかこう何も書いてないようだけどうまいこと一枚の画面として見えてくるような感があると思うんだけど、うん、これはなんか全然違った方向方法でなんか
一つの作品として保たれてるように、うん、まあパッと見えるかな。うん、っていうか、まあ、なんていうの、ここでもそのイメージの部分ではそのタブローとしてのなんだろうな全体性みたいなのがな特にないっていうか、まあピクチャーではあるけどっていう。うん、で、やっぱ小林くん言ってたみたいにこのなんだろうな額縁をつけるのと違う仕方でちょっと削って丸くしたなんか縁によって、うん、なんかオブジェクトとしての弦ここまでっていうのが示されていて、そっちで単一性が出てるというか、うん、ちょっとまだわかんないな。なんて言ったらいいか、でもやっぱりあのイメージとものが結構別次元にある感じはする。このフレーム1フレーム2っていう作品はあの額だね、額縁がこう溶けて絵と一体になってるみたいな作品だよね。うん、うん、すごくアイデアが一個一個はっきりしていて考えてることはよくわかるなあ。まあちょっとあのもうマジで楽しい。いやちょっと面白すぎんだよね。だから次の年代、これが1年生からだからね。1年生か4年生、1年生か3年生かな。あ、でこれが卒業設計？うん。卒業制作？設計になってた。いやそれは違います。設計。建築家に染まりすぎた。これはそれは大学院を出て、あ、違う、大学院に入ってからの。俺これ覚えてんな。幼稚園に展示してた。そうだね、いい色だなと思って。うんうん、ああ、そうだよ。なんかその、もう一つのラインとして、その動物のモチーフというか、うんうんうん、毛とか、そういう犬犬がいると思うの、うん、犬がいろいろなことになっていると思う、うん、あと飛行機か、あと飛行機ね、うん、飛行機成田とか関係あるのかな。お、だから僕このつむじかなと思ってさ、これ、うん、うんうん、そうね、うん、毛並みのつむじ、なんか今見てもらったように結構さ書き方が線描でちまちまやってるやつとさ、うんうん、まあ、別の書き方だとさ、まあ、あると思うんだけど、なんかこう、こいつとこの飛行機、うん、なんか同じこと言ってる感じがするんだよね。なんか、でかかったな、これ。だから僕、川内凛子って写真家、はいはい、と考えたりしていて、え、なんで？なんでなんだ継承が、なんて言うんだろうな。あの人ってすごい写真集がうまいと思ってて、うん、ページをめくるときに出てくる構成がすごいすごいなと思ってて、例えば、うん、あの鳴門大橋の渦と別の場所で見た、うんうんうん、花壇の模様とか、うん、そういうものがこう、うんうん、違うスケールの中で似た継承が繰り返されていくっていうのが、うんうん、日常のことともっとすごく大きな破壊がある場所で起きてるかとみたいなのが地続きになっていて、うんうん、これもなんか飛行機に乗ってる時にこう、うん、まあ、どこにいるのかなって見えるあのモニターとか思い、うんうんうん、あれもなんかあらゆる飛行機が見て同時にそれを見てると考えると、なんかこれだけ飛行機がこうあって見えるんだなってことと、なんか毛の密集、そうそう、毛の密集で真ん中からぐわーって広がっていくこととか、なんか、僕の中で分かりやすい、うん、っていうか。それこそ、シルバニアと燃える沼みたいな、うんうんうん、スケールの交換か。たださ、その、こう、一面にこう、わーって書いてる作品と、うん、この端っこにちょんって書いてる作品は、ちょっと違うよね。これ、うん、本当に良かったのよ。この、多分タイトルが夜っていうタイトルなんですけど。これ？そう。どれ？この、これ？もう、小野陽子じゃんって。小野陽子？確かに。家。小野陽子？僕と。そう、多分、すごい、こう、ジョンみたいな気持ちに。
はしご登っていったら小さくイエスって書いてる、はみたいな。マジで、なんて言うんだろうな。いや、これ体験しないと多分、こう、わからないんですけど、天井めっちゃ高くて、うん、で、にょよって出てきてて、ちょっと引いた写真あるの？引いた写真あるか。これが限界か。これだよね、これ。下のやつだよね。これは当時、初めて欲しいって思った作品で。すごいじゃん。ちっちゃいバーみたいの買ったんですけど。うん、でもこれ、なんか、この調整はもはや、その内藤麗のさ、うん、まあ見てきたばっかりだからあれっていうのもあるんだけど、うん、棒がこう、スッと立ってるのが何の意味もないんだけど、バランスをとってて、でしかも中根の場合はこう、上からぶら下がってるのの端っこに絵が描いてあるから、それをなんか見れるみたいな。すごい。二重のなんか美味しさがあるよね。うん、なんかさ、でも絵がなんか僕、あ、いいや、もうちょっと後で話すわ。それこそ内藤さんの影響とかちょっとあるのかな？あります？内藤さんは実は一回もちゃんと生で作品見たことない。あ、そっか。じゃあ違うんだね。全然関係ない。だけどね、でも、うん、いい。永遠美術館でやってた展示とか、すんごいちっちゃい木彫りの人形みたいなのが。うん、ポンって置いてある、あれを見つけた時の気持ちにも近いみたいな。もう普通に直島手島にぜひ行ってほしいけど、うん、さ、ちょっと思い出したんだけどさ、キャッスルの2階で展示してなかった？ああ、してた。あの時の写真はないの？あの時の写真入れてないけど。気に入ってないんだ。気に入ってないのもあったりして。俺、あの時に中根と話した、話したかな？覚えてないな。そうか。話したっけ？何を話したの？いや、俺はなんかすげえ作家がいるなと思って。これ。まあいいや、もうちょっと先に進んでからで。これは知らないかな？思い出。これが飛び湯の芸術祭。まあ。前のやつでしょ？2016年の飛び湯だよね。そうです。これも、あ、ん？うわ。ちょっと、リモが発動してるんだよな。ああ、そうか。何もわからない。なんかちょっと中根に聞いたときは、その2016年の飛び湯はなんかあんま自分ではうまくいかなかったみたいな。それで、再チャレンジ しに行ったんだみたいななんかことを言ってた気がするけど、開口音的な、ああ、なんか船のあれみたいな感じ、なるほど、プラスチックっぽい、うん、これは森の中に木に拾った木に色を塗ったものとか、うん、なんか海で拾った漂流物とかが吊るしてあってっていう作品、なんかそのちょっとね、見づらいですよね。でも、そうか、漂流物とか使うのって、なかなか本当らしいですか、うん、そう、なんか、結構、これはもう本当実験的な作品になってしまったんだけど、なんかクオリティとかは正直、だなっていうのが正直なところなんだけど、でも結構ヒントになったっていうか。そうだね、そうだよね。うん、次につながった感じ。そういうところでもいいのみたいな。うん、やめて。2019いってみます？もう。そうだね。2019、どんどんこれ、中根さんは制作してくれてるのに、もうめっちゃ過去作見まくってる。まあでもまだ黒いやつ書いてるからいいんじゃない？これ、この終了のやつとかさ、どっちから見ればいい？このさ、あの壁に、なんだろう、絵の中の要素みたいなのが立体物でポンポンってあって、で絵の枠みたいなのがもうそれ自体も立体的なものとしてあるのは、これさ、モエレ沼公園の写真見せられたらすごい納得いったというか、なるほど、ね、うん、なんかちょっといろいろ考えてる感じあるね。いろいろこの枠の中でこの形態の関係で見立てができるというか、ね、にするとか、うんうんうん、これが、この黒いのが、まあ、うん、枝がこうなっていったんだなっていう感じ。
ちょっと写真を見せてほしい。まあ、構造的には変わらず、簡単に絵が描かれている。うん。これ写真で見るとすごいな。写真で見なくてもすごいよ。いや、写真で見なくてもすごいけど、なんか写真で見るとなんか実体験との違いが逆にすごいっていうか。僕はこれ買いました。なんかでもこう、一本こういう、なんだろう、この棒、黒い棒のやつがありつつ、違うものがたくさんあるんだよ。毎回。この黒い棒のやつと、こう木の角材を削ってるみたいなやつは、どういうイメージの違いなんだろう。でもやっぱ、質感のこだわりなのかな。ね、あの材料を気に入ってた感じはあるよね、当時。なんかその結構、中井さんの面白いなと思うとこは、北海道的な温かみと違う、でゴムとか、うん、なんつうその、結構新素材的なウレタンフォームとか、うん、そういう、なんつうんだろうな、結構フェイクっぽい素材つうか、化学っぽい素材が結構そっちの方がまあ多めなんだよね、うん、この木のやつもホームセンターで売ってるやつ、うん、棚受けみたいなやつ、うん、このビス穴でずっと中根と揉めてんのよ。あ、揉めるんだ。2016年ぐらいからカーペットピンが結構メインの作品もあるよね。うん。犬みたいなのが入ってるやつ。あれとか結構おおって思ったな。ないな。うわぁ、なんか、2019年に飛んでその作品がない17、18とか何があったのかな。やなんだろうな。意味、あの枠で作って、立体物の周りにこう枠作ってるやつとかって、いわゆるイラストレーション的なイメージはなくて、この枠があるから立体物が見立てによって何かに見えるっていうので、初期にはなかったシステム。確かにこれ急に出てきた印象もある。うん、2020は丸の内。トビューじゃない？トビュー、何だっけ？ああ、これはね、おーとか言っちゃった。見てない、ほぼ、いろんな。森の中でこの、カニがいる、かわいい。見たかったね、この展示は。うん。なんか帰ってきた時の中根がなんか、すげえ幸せそうだった。ああ、確かに。すごいね。ん？これは鳥？違う。字だよ、これ字。字？あ、面って書いてあるんだ。そうか。ああ、これはね。やばいな、なんか。枝だったものが。すごいね。うん。見に来た人絶対楽しいだろうな、これ。楽しいよね。おー。面白いなー。なんかこういうキノコあるさ。
鮭か。鮭飛んでんの。あとはまあ、そうだね、ユーモアも結構大事な要素な気がするな。そうだね。うん。はい。じゃあ、なんか奥の、なんか北海道の。北海道の。ああ、これ今村亮介さんって人なんですけど、こういう。ああ知らない、かっこいい。いるぜ。オッケーね。本当ミニマルな作家なんだよね。うん、ここに光を、床面にが光るだけのやつだったりとか、うん、でもそれがこう灯台とかってなることで、スケールが一気にこう、拡張される。うん、本のライトに、こう、電、はい、電柱があったりとか、うん。これちょっと岩崎さんっぽくない？ああ。岩崎隆弘。最近こういう作家さん見ないな。なんかあとはね、僕が。確かに山際さんとかね。なんか山際さんとかね、そうそうそう。僕の普通に友達なんですけど。大橋くん。大橋さんね。この人は、あ、大橋くん。ちゃんちゃんちゃん。ペーパークラフトで物を作る人で、これとか僕一緒の展覧会で出したやつなんだけど、このカメラがペーパークラフトになってて、エモいな。それはこう、自作することができるような感じで、それがね、こうやって家具になって潰されてたりとか。大橋くんって北海道だっけ？そうなんだよね。うん。なんか、だから北海道の人が、なんか今こう見てみて、だって物のスケールとか素材に対してのちょっとこうフェイクっぽい感じとか、なんかこう勝手にこう連想しちゃいました。でっかい道だからね。スケールが全然違うんだろうなっていう感じするな。まあそんなちょっと紹介。大橋くんの割と日常生活にあるものを日常生活、そのスケールでやってるのが多いね。そうね。よし、じゃあ、フランクステラの時間かな。フランクステラ、でも、中根さん、ステラはどこで、どの時点で興味持ったの？なんか、ステラは河村記念美術館にあるじゃないですか。あるね、大きいのが。だから多分中高生ぐらいの時に見てて、でもその時は全然なんかこうよく分かってない、よく分かんなくて、そんな好きじゃなくて、うんうん、でその後も別に受験生の時とかも好きじゃなかったけど、なんかいつだったか、どこの先生だったか分からないんだけど、なんかステラーがなんだっけ、壁にかけられるものは絵だって言ってたみたいな、なんかすっごいこう、これなんか本当、本当に正しいあれがちょっと見つからなくて、出典の、なんか本当にステラが言ったのかちょっとわかんないんですけど、なんか言ってたみたいなの聞いて、あ、そっか、いいな、それと思って、壁にかけられれば絵なんだって思って、っていう。でも、その後、まあそれが本当にステラだってことはあるからちょっと怪しいけど、でもその後もう一回ステラ見に行ったらなんかすごい良くて、うん、なんか、その、壁掛けの、あの、なんかアルミとか使った作品とか。うんうんうん。うん、まあ、今、いつ頃の大学に入る、大学に入る前？それは多分大学入って、直後とかそんぐらいだったと思うんですけど、これはあのキャンバスパネルを合わせてた作品を作る前、あと、多分前だ、ちょっと微妙だな、もしかしたら後だったかもしれないけど、じゃあ、うん、シェイプドキャンバス的な影響源は、うん、最初はステラだったのかなかもしれないって、なんかこの質問に答えるのにいろいろ考えてるとそうだったのかもっていう感じですね。
結構なんだろうな、シェイプドキャンバスのステラとやってることは正反対なところもあって、ステップ、うん、なんか、ステラの出せるかな。あれ、あ、そう。中原祐介が出てきた。川村のサイトから見える。川村のステラって何があったっけ？すごい大きい、レリーフ立体、うん、レリーフになってからの作品とアートもこの辺。うん、そう、ステラの基本、そうね、ミニマルの頃のシェイプドキャンバスだと、その外枠を先に設定して、それを内側に反復していくことに、うんうん。そうだね。読むから、そうっていう、まあ、一応そういうことになっても、なんか実は内側のパターンを作ってそれが外にこう遠心的に広がっていく時もあったらしいけど、まあ、基本は、まあ、外の枠を内に繰り返すっていうので、うん、だからその絵の表面に発生する形態と外の形式というのがイコールになる。そこがやっぱ中根さんの場合はそのシェイプルキャンバスといえばシェイプルキャンバスだけれども、なんか全然絵の表面に出てくるイメージとか内容の部分と外側の枠の形式が、うん、初期のだと結びつかないから、ただこの辺のシェイプロキャンバスよりも後のレリーフになってからの考え方は結構通じるところがあるかなと思ってて、その辺以降かな、うん、その辺からその辺になってくるとかなりカチャカチャしてってあれなんだけど、それが分かりやすいかな、そのストライプとかまだミニマルに通じる要素でやりながら、その壁から突出してるように見せるというか、まあ、実際に突出してんだけど、うん、なんか突出しているものがそのせめぎ合いながらその周りにその、まあ、現象的に絵画空間と絵画平面が発生する。結構このあたり本当初期は全くその突出面が存在しないフラットな面として作っていたのから、カラバッチョとかバロック絵画をなんか参照して、でカラバッチョとかってすごいキアロスクーロで闇の部分を濃く深くして、でそこから光が当たったなんか人体の腕とか肘とかがものすごい突出して見える、突出している部分とへこんでいる部分のなんかその差異によって文字通りの物質的なその絵画平面じゃない、それとは別のなんか平面が現出しているというか、空間をはらんだなんか動いている平面みたいなのが出てくるみたいな、そういうことをまあ実際にワーキングスペースっていう概念を使いながら描き始めて、カラバッチョといえばここの闇みたいなところと、そうそう、こういう目っていう差が突出性を、そう、この突き出正面、なんだろう、ほぼ正面に向かって突き出しているこの腕とかさ、でそれをそのまあステラはその実際に突出している、まあ、造形的要素、まあ、立体使って壁から突出してるんだけれども、その要素全体を捉えている枠という中で絵画空間と絵画平面がなんか現象的に成立するみたいな、うん、ふうになんか考えるようになって、でなんか中根さんの場合もシェイプドキャンバスっていうか壁から思いっきり突出する要素が複数存在することによって、なんだろうな、なんかその場に訪れた人の経験の中で成立する絵画空間とか
絵画平面っていうのがあるのかな。でもまあそれも潰してきてるか、あそこまで突出させると。なんか僕ポエトリーリーディングのこと考えてて。ほうほう、急に。マイエス、うんうん、マイエスみたいな描画面みたいなのがいくつかこうあったときに、なんかこう臭いなと思った。なんかこう、うん、光さんの絵って臭い、うん、青臭い、なんか、あ、なんか最初のパネルの絵とか、うん、まさになんかそんな感じを僕は持って、青臭さね。それがこう結構その現代アートの中では別にめちゃめちゃ光が当たってるわけじゃない作家のことをまあ思い出すっていうか、うんうんうん、でそれとでもさっき言ったようなミニマリズムの系譜のような、なるほどね、こう身体と作品との関係を結んでて、なんかそれってこうおしゃれなビートトラックの中で韻も踏まずにそのまま臭いこと言ってる、あそのポエトリーリーみたいなラップのことをなんか考えてた。まあそのエモみというか、うん、そのまあ北海道、まあその教習的な部分をなんかユーモアで回収するところにステラが当てはまってる感じがするなというか、うんうんうん、あとなんかその私のひねくれた考えを述べるとそのまあ芸大において自分の大切なものを守るのってすごい難しいんですよね。でなんかそのさっきのトビウのやつで結構それをできてるなっていうのを感じたんですけど、なんかその例えば小さい鳥を、うんうんうん、このぐらいの小さい鳥を、うんうん、この美術のフィールドで描くっていうことを考えると、うん、こんだけ飛び出てくるよなとか、うん、このぐらい ユニークな指示体に描かれるよなとか、その逆算方式での表現形式が決まっていくっていうこともまああるだろうなっていうふうに思って、だからこれはこの鳥を守る、自分の中のこの描きたい小さい鳥を守るためのこの形式っていうのがまあ僕らの育ってきた環境としてはあるなって思いますね。なんかさ、ちょっと4人で話してたのは、そのパッとこう影響を受けたアーティストって聞かれると実は答えるのは難しいよねっていう話で、勝手にそのいろんなアーティストをさ出してみてたじゃん。いいよね。その中でとりわけ気になったのは、あのアースワークって なんていうんだっけ、そのアースワーク？あ、そう、なんていうんだっけ、そういうの。アースワーク系？まあいいや。アースワークって、それこそ野口とかスミストン的な？あと、まあ、リチャード・ロングとか、特に奥が出してた、あの、アンディ・ゴールスワージー？ああ、ゴールスワージーは。っていうのを、中根が見たのかどうかっていうのが、ちょっと気になるんだけど。うん。その、今、熊井くんが最後に言った人、とはすみません、知らないです。あ、ちょっと見ていい？スミソンとかは好きだけど。スミソン好きなんだ。ゴールズワジー、絶対見たことある。図版は見た。心配になる。あ、アンドリーになってる。あ、この人か。石のさ、石のなんか、ぐるぐるなってる。あ、それじゃなくて、もうちょい下かな。もうちょい下。もうちょい下。それじゃないの。あ、これ。この今、あ、これ。これの感じ。あ、これでも書いてるわけじゃないのかな。書いてるのか、これを書いてんな。なんか載せてるんじゃない、書いてんのかな。割るときにできた跡とか。なんか、単純に筋体と、なんていうか操作の関係ではすごいアースワークとか似てるなと思ったんだけど、特に影響は受けてない。うん、
行くって自覚的にはないけど、うん、今見たことあるし、ちょっと名前が全然覚えてなかった。じゃあリチャード・ロングとかも特に別にそんなに深く影響を受けたとかはない。うん、うん、自分の意識のある、うん、ある部分ではない。わかった。うん。じゃあ、あとはあれか。ここより北へ。はい。ここより北だよね。北海道の。やっぱ北海。管理チームそれはなんか1個だけ展示を出してるけど、なんかやっぱり北海道について考える一つのきっかけにもなったってことかな。そう、まあなんか最初それこの展示となんか YS と森さんっていう上げ方にしようと思ったけど、やっぱステラを思い出して、ステラが行きたいなって思って、ちょっとステラがないと難しいな。そう。でもこれもなんかやっぱ最近特にこの展示見たの結構きっかけだったなって思うことが結構あって、うん、いろいろなんかこの展示を見て どういうところが気になったのかな。あのなんか気になっ、なんかすごい内容が、まあ、内容良かったんですけど、そのなんだろうな、まずこれ北海道のだけどサハリンにすごい焦点を当ててて、展示は確か。で、そうだね。で、なんかこの展示自体は、なんかぼんやり、なんか北だし、良さそうぐらいな感じで見に行って、うん、なんかそのサハリンの、単純にサハリンの風景とかを、あまず、ってか、行けるんだとか、そういうところから、なんか、歩いて、で、見に行ったらこういうところなんだみたいな。じゃあまあモチーフとしてっていうことかな、うん、まあペインティングないと、うん、ペインティングじゃない。そうごめん、なんかそうわけだけど、いやいやそれ全然いいんだけど、うん、モチーフ的に影響を受けた部分が強いってこと。そうね、なんかこれを見て、サハリンにやっぱ多分単純に興味を持つようになって、うんうん、で、なんか飛び入る。行ったんですか、はい、行ったんですよ、去年。ああ、そうなんだ。見てくれて、中川くんとかも一緒に行ったんですけど。あ、そうなの、あ、そう、行ってた。この展示面白かったです。面白かったよね。面白かったよね。うん。うん、なんかこれを見てからなんとなくすごい興味を持つようになって、よくよく親とかに話聞いた、うんうんうん、母方のおじいちゃんとおばあちゃんとかサハリンに住んでてる、そういう縁とかがあって、すごいね。だからなんか絵っていうよりはなんか最近の興味の幅の方、うんうん、いや、はい、よくわかりました。いやでもこの奈良さんのトナカイ使いのがめっちゃ YS 的だな、この。あ、でもこれは多分、石川さん、あ、そっか、右の写真の方です、ね。結局結構迫ってくるから、終わらせちゃいますか？はい。いいよ。もうすぐ10時、あと30分ぐらいあるけれど、とりあえず次の9は、制作の時に制作で嫌いなことめんどくさいと感じることで、これが意外だったのが材料を買いに行くこと。めんどくさいんだっていう。意外ですか？意外、なんか、てか、個人。どういうこと？その、中根さんのイメージからして意外ってこと？中根さんのイメージからしてもそうだけど、なんかみんなその材料買いに行くのってすごい楽しいんじゃないかなと思ってて。みんなってことないでしょ。みんなじゃないのかな。黒坂は材料買いに行くの好きだって言ってたよね。そうだ、なんかそのまあ油絵をさ、歴がそんな長くないと思うの、みんなと比べて、うんうん、まあ、絵を描いてる人たちと比べて、うんうん、だから結構発見があるし、なるほどね、
あと、なんつうんだろうな。あんまり最近素材って感じじゃなくて、うん、なんか結構いっぱいのことが多くて楽しいなと思って、毎回いる、うんうん、けど、それ中谷さんは結構その、うん、コツコツと、その、ブラッシュアップしていってる形だから、確かにね。確かに、めんどくささはありそうだな。しかも、なんか重いものが多そうだし。確かに。まあ、なんか楽しくなってくるときとかあるのかもしれないね、そうしたら。うん。場所を変えたときに、はい、なんか、とか、現地で制作するってなったら、それこそ飛び湯で、物買いに行くのめんどくさくなかったかもしれないし。そうだね。わかんないけど。素材集め。なんか、そうだな。生産みたいな感じになってくると、あんまり面白くない。そうね。世界道好き嫌いね。そうだね。俺は好きだけどね。多くはどっちかっていうとめんどくさいんだ。すごい嫌いだね。あ、嫌いなんだ。うん、決めなきゃいけないじゃん。なんか買い出しに行くときはめんどくさいけれども画材がついちゃったら楽しくなるとかない？あーまあ楽しい、あーでもやっぱ分かんないんだよね、僕はまだその何を買ったらどうなるのか分かんないから、筆の違いが分からんですよ。そう、うん、だから結局いつも同じとこに行っちゃうし、そのどんなものを使ったら、うん、あちょっとそれはみんなに、今ね、四ツ谷にいるんですけど、黒坂くんがいっぱい指示体を作ってて、うん、でなんかいっぱい置いてあるの、なんか液体とかが。だからそういうのを見て、あの、勉強しようかなっていう感じ、ね。楽しいんだよなぁ。いいね。楽しめるのはすごい。ちょっと、とりあえず終わらせちゃう？そうだね、一応これで98を98で、次はでも98はこれはいいんだっけ、リンキングナイトに紹介したい人はいいんだっけ、えでも言ってたんじゃない、まあ、言ってたっけ、まあ今言っちゃっていいんじゃないですか。はい、どうぞ。谷口正造さん、山下敦子さんと宮川くん、宮川くんね、宮川春也くんね、宮川春也くん、はいはい、作品としては中根さんが関心ある、ちょっと分かる。なるほど、どういう基準なんですかね。ちょっと一言ってこと、これもどうしようかなっていう、ま、あ谷口さんは最近知り合ったんですけど面白いなと思って、なんか、うん、なんかすごい本当絵描きだなって感じの人で、なんか個展をこの間見に行ったら、こう紙とかじゃなだけだ、紙とかにいっぱい描いてるんだけど、なんかマックのなんだろう、ジュースのカップとか靴とかいろんなものに描きまくってて、なんか単純に見たら面白そうなのかなって思って、勝手にあげさせてもらって、山下さんもでも割と同じような理由で、なんか、思いついて、宮川さんは、1、2回話したことあるぐらいなんですけど、なんか、なんかすごいしっかり絵も描くし、なんかあの、一体、なんかパーツみたいなのを、作って立体みたいなものを作ってて、あれの仕事が気になってて、生で見たいけど、まだ見れてなくて、ちょっとなんか、単純に私が見たら楽しそうだな、見てみたいなって人って。うんうんうん。なるほどね。これで9が全部一応終わったわけだが。あ中根さんの制作をちょっとさ、中根さ、最初の方に書いてたその下絵みたいなさ、うん、他のやつも見ていい？これですか。なんかあれだな。あ、鳥が飛んでる。
ん？ああ、とにかく。これは、飛び湯とかで出してた感じの、突出してる棒の先っぽにつく。うん、そうっすね。で、これに何書こうかなと思って。うん。で、これやね。もう何それ。単純に、うん。ちょっと。なるほどね。というか中根さんは必ずこの下絵ドローイングというか下絵というか先にあるんですか？いや結構もう全然そうじゃない時もあって、今日はなんかこうちょっとやっぱ最初緊張してたから、こう導入としてちょっとやらないとなんか やりたいなと思ってこっちから入って、手が温まってきたからこっちに入ってみました。そっちは黒いやつの方はいろんな面にこの色の柄が、うん、これは今石を描いてて、石のあ、石の絵を描く、石じゃないか、それはこれはなんだろうね。これずっと昔に作っておいた、立体というか知りたいで、なんかずっとこうほったらかしにしてて磨くだけで磨く。今日ちょっと持ってきてみたんですけど、思いついたので書いてみました。これは熊谷くん的な着眼点で言うと、うん、その黒いやつの方は正面が全くない。どの方向からでも見れるし、どの方向にも何か書いてあるのと、そのスポンジ状のものに書いてあるのは絵としては正面を持っているというか、うん、石っていうのはいつから出てきたんですか？そうだよね、石これ、うん、石はあの今年のそのトビウの展示でアイディアが出て、まあ、なんかあの長い絵のシリーズを森の中に展示したいなと思ったんだけど、なんか今まで発泡ウレタンっていうのをこう使ってて、それだとなんかなんだろう、どこでもできちゃうし、あと野外で展示しなきゃいけないから雨風に弱いし、なんか別のものにしたいなと思って、かつ、うん、やっぱり、浮遊要素を入れたかったっていうか、うん、そこでしかなんかできないことをやっぱやりたいなって思って考えて、で、その、浮遊の周りに川とか、あと海もすごい近くて、石が落ちてるから、その石に最初描いたらいいかなって思ったけど、うん、そうするとちょっと重すぎるし、なんか石に描くのに若干なんか抵抗があって、なんとなくだけど、うん。で、じゃあ型取りすればいいのではないかと思って、うんうん、それはだからこの北海道のその平尾町のあたりの川、海で拾ってきた石を、東京に持ち帰ってきて、ジェスモンナイト、そう、ジェスモンナイトっていう素材を教えてもらったので、それで片取りして指示体にしてるっていう感じです。なるほど。なんか今までその自由形態だったのが、まあその絵画の四角を、まあ、シェイプドキャンバスとしてやってたのが、ようやくこう具体的な形を得た感じがしてすごく来ましたね。あのさっきもちょっと聞いたけどさ、細長い指示体にの先にこうちょんって絵がくっついてるやつと、うん、あとその細長い指示体にくっついてないでこう壁にかかってるやつとかとを作るときっていうのは、なんかこう切り替えというかみたいなのがあるのかな、それとも別に同じような制作と思ってるのかな。
なんか昔は多分切り替えてて、最近は、縛られちゃう、面白くないなと思って、うん、ないなと思って、まあなんか、場所に合わ、ちょっと結構そこは考えどころで。もともと、前は考えてたっていうのは、どういうふうに理解したのかな、その、長い、作品は、まあなんかアイデアの話しちゃうと、こう、絵がこう、なんだろう、絵って壁にかかって待ち受けてるイメージがあって、それをなんか、そうじゃなくしたくて、ちょっとこう、人がこう、なんだろう、なんかこう、なんかちょっと飛び出して出張してくるような形で絵があったらいいのかなと思って、そういうアイディアからこう作っていってて、そうですね。それでそういう制作をしていたんですね。で、なんかその飛び出してるっていう以上に、あの、指示体の大きさと、書かれてる、あの、なんか描写されてる部分、絵の具が乗ってる部分の小ささのバランスっていうアイデアがすごく強く見えてくるんだけど、見る側からすると。そういう話か。それはどれぐらい重要なことというか。小ささ、なるほど。小ささ、つまりその細長い棒があるのとないのとでは、絵が描かれてない部分の比率がまるで違うと思うんだけど、それはその二次的なアイデアなのか、そんなに重要なアイデアじゃないのか、それともすごく重要なアイデアなのか、多分重要だなと思ってやり始めた。そうだね。だけど、それ大きい知りたいみたいなのがないときはないときで、まあ、切り替えて、ちょっと違うシリーズの制作みたいにやってるってこと。それはそう、それはそうかもしれない、なんかやっぱ、そうだね。そう、それはそうですね。全然うまくしゃべれなくて、あれなんですけど。でもなんか、飛び湯に行ったりとか、そう、なんか僕、その、今、中根さんはしばらく東京にってわけじゃないですか。仕事。なんか、こう、あんまり中根さんのそういう、どこにいたかとか知らなかったんだけど、東京じゃなくていいことを考えて。もう一回言ってほしい。なんか、その東京に、結構いることになると思うんだけど、状況的に。なんか、余裕だったりとか、そういうところでこう調達したものと、になんか書いたりとかするみたいなことを、まあ、見てると、すごいそれが自然で、なんかこう、今後もどっかに行って、いろんなものを、こういう場で作られたスケール、の中にその絵を適切なサイズで描くんだろうなみたいな感じが。そうだね。で、まあ、この片取りのやつっていうか、他のところでもいっぱいやってみたいなと思うし、それはすごい思うな、本当に。ただ、確かにその、今度展示があって、東京で、なんかこう、まあ同じ型の、型で作ったこの指示体で作ろうと思ってるんだけど、なんかそれってどういうことなのかなっていう、こう自分なりに考えてて、考えてるんですよね。全然まとまってないと思います。
なんかちょいちょいそのメタリックというか光沢のある塗料が出てるんですけど、それってなんかイメージがあるんですか、元のソースというか。ああ、メタリック、こういう感じとか。銀色というか、銅色っていうか。銅色、銅色とか。わかんない。なんかその、金色は額縁のイメージです。額縁が、ふわっと、ふわっと、ふわっと額縁みたいな感じです。やばいっすね。で、額縁ですって言われたら、結構、ぶっ飛ぶな、いろいろ。額縁とは何ぞやってくるんやってくる。うん。自体じゃねえんだっていうのは思う。なんか、一個前の、あの、ペインティングナイトの時、そういえば、なんか、俺らが言いたいこと言いすぎ、みたいな話になって、なんか、サッカー、側のなんかこう、うんうんうん、そうだねそうだね、なんていうか、やり返しみたいな時間を後に取った方がいいぜって言われて、うん、それ忘れてたわ、それを言われて気になったこととか反論、いやこうだけどもみたいな、うん、反論が、論つか、あ、 でも結構なんかすごいなって思って、結構考えてる、結構、いやすごい、結構見抜かれるもんだなって思いながら聞いて、うん、そうか、反論とかごめん面白くなくて、そう、いやもう無理なければいいんだけど、うん、その余白を作んないで終わるとあれだなっていう、うん、なるほど、なんかせっかくだからなんかあるといいけどね、他の人からも。そうだね。中川くん、何かありそうな。何かあった。何かありそうなメンバーなんだけどな。作家多いね。参加している。うん。なんか、ほんと、まあ、中根さんに関しては、結構長いこと、長い時間で見てるから、考える時間がこちらも ある。あったっていうのは相当あるけど、まあなんかちょっとその自分が中根の制作をどういうふうに見てるのか話していい？はい。どうぞ。なんかその結構絵の展示とかを見てよく思うのは、なんかある空間に対して描けられる絵って自分が思ってるよりなんかいつもすごい少なくて、展示に行くと大体の時はなんかこうトゥーマッチになるわけ、うん、それはなんかいろんな理由でさ、そのもちろん絵をたくさん売らなきゃいけないし、うん、だけど実際になんか絵って大きさに関わらず結構その存在感が強くて、だからこう空間的には収まってるんだけど見れない感じがしちゃうのよ、うん、それが、うん、まあ、例えば、おととい違うわ、先週、手島美術館であのナイトレイの展示を見たんだけど、うん、すごい広い空間に、もう本当に床にちっちゃいお皿がポツンポツンって置いてあって、うん、それでなんか、ようやく完璧なバランスだなっていうふうに思って。うん、まあ、それと全く反対にそのごちゃごちゃさせるっていう散らかし系っていう展示の方法はあると思うんだけど、うん、なんかそういうことを思うんだけど、なんかそれとまあ似たような似てないような話で、うん、なんか、まあ、ちょっとうまくつなげられるか分かんないんだけど、中根のなんかその指示体と絵が描かれてる部分のバランス、うんうん、特にそのなんかこう細長い肢体がある場合に、うん、なんか絵の存在感的にはなんかすごい十分で、肢体に対して、うんうんうん、すごいでっかい肢体に対してチョンって描かれてるぐらいが、うん、なんか小さいんだけどそれぐらいなんか支えるものが必要なんだなっ
ていうのをなんかすごいしっくりきてて、いつも、うんうんうん、なんか本当はそれぐらいのバランスなんじゃないかなって中根の絵を見ていつも思いますっていう話、うん、なるほどね。そう、うん、だ絵見せるってなんか結構大変なんじゃないかなって思うっていう、うんうん、確かにこのまあ中根さんの作品の場合って、うん、展示することが割と視野に入ってるものが多いからなおさら意識は、うん、その、まあ、自然体と書かれてるものからちょっとその箱のことを図が及んでから制作に自然と入ってると思う、うん、なんか最近無差別にいろんなサイズに絵を描いたりしてて、そうだね、なんかそのそういうことってまあ他のメディアだと結構起こりにくいんだけど、うん、やっぱりその箱を今の展示っていうか一連の流れ制作からの、うん、でいうとやっぱりその箱の想像っていうのがあるんだけど、うん、なんかそのなんて言うんだろうな、いやらしさも別に中井さんの作品は特にないくて、うん、結構だからポータブルな形も保ってると思うんだよね、うん、なんかどこでもあれをぶっ刺せば結構なんとかなるって気もするし、それが単純に長いだけとか、なんかそのサイトスペシフィックなことをやれているけど別に絵の壁にかけられる絵とか持ち運べりゃええとか、そういう、なんだろうな、定義、まあ伝統的な定義が落とし込まれてるなっていう気はするな。うん。やっぱりなんか、みんな手を挙げづらいのかな。なんか、いや、話すと、結構あの、うん、僕は何だろうな、さっきから熊谷くんが支持体っていう、あの、すごい大きい支持体っていう言い方してるのか、なんか、逆で、あの、棒とかがもう支持体として全く見れないっていうか、支持体っていう感じがなくて、むしろ絵の方が、あの小さい絵の方が、あの棒を支えてるっていう感じです。うーん。なんだろう、あの小さいもの、なんていうのか、あの絵だけを剥ぎ取ってきたら、なんか絵文字みたいなのもあって、なんだろう、あの絵はこれですとか、あの古典四ツ谷でやってた時の、うん、あのアイディアって絵文字で確か絵っていう、携帯で絵っていうふうに言った時に、うん、なんか山があって太陽があってみたいな絵文字が その、うん、それこそ絵の絵というか絵のイメージみたいなのが恋の絵出てくるっていうので、うん、それを描いただけみたいな話を聞いたことがあって、うん、だからなんかあれだけをはなんだろうな、あの小さ、あの先っぽに描いてる小さい絵だけだと多分もう絵画っていうよりもそのパロディのように見えると、うん、ものであって、でもそれがあの巨大な棒を支えてるっていうか、うんうん、あれの近くを支えてるっていう、なんか順番で言って作品点で巨大な会場を持たせてるっていう言い方することあるじゃん。うん、なんかそういう順番かな。なんか、うん、まあ、ちょ順番とかあるかもしれないけど、うん、僕が言ってるのは、その、要するにさ、なんか、絵描きがさ、展示しますっつってさ、うん、なんかその、バーンってその、作家の名前が出るわけじゃん。うん、で、実際にはさ、その人が一人で作ってるわけじゃなくてさ、こういろんな人がその人の制作を支えて、うんうん、作品とかさ展示とかってさ出来上がってるじゃん、名前が表に出てこないようなさ、うん、だけど実際にはそれはさこうなかったことにされるじゃん、展示をこう開けると、まあ、すごいイデオロギー的な話だね。そうだけどなんか中根の作品
は、だから一般的に言うとその支持体っていうのがすごいでかく見えるんだけど、うん、実際にはなんかその絵を厳然させてる存在との比率ってあれぐらいにが本当なんじゃないかなって思うっていうことなんだ、うんうん、なるほど。だからそれのバランスがめちゃくちゃ良くて、制度的な支持体っていう、物理的な支持体からさらに制度的な支持体の、もちろんね、そうだよ、もちろんそう、もちろんそうで、まあもちろんそうだし、だけどその物理的にも実際にはその、うん、ある空間とかで見せられる絵ってすごいちっちゃいんじゃないかなっていうのも思う。うん、どちらにしてもその絵を支えてる存在っていうのが実はみんなが思ってるより大きいんじゃないかなっていうのを中根の絵を見ると思い出すっていう、うん、うん、シュポールシュルファス的な見方な感じ。なんか絵と向き合う時のさ、時間、うん、時間も関わってくる気がして、まあ、同じ立方体の中に10枚絵があって、30分で見るのと、同じ立方体の中に1個あって、30分で見るのと違いがある気がして、その中根さんのそのバランスがとても良いのが、どういうその感覚でそうなったのかなっていうのが、意外とその、影響を受けたアーティストとかっていう話じゃないのかもなと今思ったな。なんか、うん、の過ごした時間とか、その飛び湯とかそういう風景の中で過ごした時間とか、そういうところのなんか時間をこう、絵のか、僕らが中根さんの作品を見る時の対策を合わせられる、うんっていうのは、作家の影響とかじゃなくて、そっちなんじゃないかな、なんかね。それはそうだよね。うん。だから逆に言えばさ、なんか、これ今その、だから、なんで絵描くんだろうとか考えたりする中で、うん、自分以外の作家が、どういうふうに、なんていうか、絵って何みたいな問題と向き合っていたかっていうことを、これからなんか吸収して、くことができちゃうっていうか、まだなんかいろいろあるなって思ったけどね。そうだね。うん、そうね。結構まああとそうだね。絵の問い直しをずっとしてる感じだから、うん。そのまあ問い直すときに、だから出発点があるというか、あれが定義した絵っていうの。結構違って面白そうな展開を続けた。自分ではペインターじゃないっていうふうに思ってるからこその問い直し、可能な問い直し。アップルが決めた絵について問い直し、うん、まあ誰が決めた絵っていうのがあるよね、たくさん。なんか結構、ある意味、うん、YS とステラーが両方出てくるとか、なんかもう、絵のイメージっていうものが極端に二極化していた時代のその二極両方上がってるっていうのがね、うん、同時代のアメリカで出しある。それをなんか、なんだろうな、狙ってやって、なんか狙って言及してるわけじゃなくて。うん、すごくナチュラルだね。そう。中根はこれからなんか展示とかあるの？展示がいっぱいあって。いっぱいあるの？ある。来週。来週？来週？来週から、一個あって、年末からもう一個あって、で来年1月の下旬に個展があります。どこで？ですね。東京？来週、うん、全部東京で、再来週から始まるのは、シープスタジオっていうどこだっけ？ちょっとすぐ出てこない、申し訳ない。
まあ、彫刻家の室岡あゆみさんっていう方が、うん、はい、室岡さん、あれです、箱庭療法っていうのを、うんうん、なんて言うんでしょう、プロジェクトというか、ちょっと全然うまく説明できる気がしない。ちょっとわからないね。うん、分かった。そう、他にあと、いくつか生活展みたいなのに参加しますで、うん、で、年末からが、これこれ展っていう、メデルギャラリー2で、グループ展に参加します。で、1月の26日から、あの次元ギャラリーさんで個展をします。楽しみ。次元さん行ってないから行こう。うん、めっちゃやってんな。ね、なので体感するのがいい。うん、熊谷が言ってた話とかって、うん、本当に行かないと、うんうんうん、まあ、こういうことかってなる気がするな。うん、確かに、これにある。そんな感じ？そうだね。うん。なるほどね。なんか、両者の方、心残りのないように。こんな感じかな？時間もそろそろです。うん。やっぱ結構時間かかるんだな。かかるよね。うん。いやー楽しかったわ、今日も。もう次はないけど、きっと中川あたりが要請を。北海道を掘り下げるシリーズになってきた。北海道行きたいな、でも。もうちょっと落ち着いたら行きたいな。いや、な、要一区切りなんですよ、このペインティングの。そうだね。あ、そうなんだ。うん。で、まあ、また、今まで参加してくれた人にはアナウンスするけど、まあ、区切りということで、ちょっとなんか、迎えにくいなという気もしてるんだけど、とりあえず放送は一区切りにして、まあ、コロナ禍であっても、こうやって、変わらずに話をする場所として、なんかまあやらせてもらって、また違う形でもうちょっとやるかもしれないし、けどとりあえずこのメンバーでは一旦区切りで、うん、ちょっと振り返りをまた始めていこうかなっていう気がしてね。うん、楽しみ。結構人相当物量というかね、ある。そうだよね、やっぱこんなに真剣にもの作ってる人がいるのはすごいよ。いや、すごいと思うよ、実際。うん、ありがとう。中根、ありがとう。あ、こちらこそ、すごい、なんか、楽しかったです。アーカイブ、いるんでね。そうですね。うん、うん、今までも、一番最初は僕と黒坂くんでやった放送が、屋上さんのアカウントで、うん、YouTube に上がっていて、うん、それ以降が、小山さん、若林さん、新野さん、うん、で、中根さんという形で、全部さん、YouTube で。うん。新野さん、土屋さん、中根さん。うん。YouTube で、配信してますので、結構ね、それぞれのポイント、全部それが、まあ、絵を描いてる人の中で、うん、そういういろんな問いが出てくるっていうのが楽しかったですね。ちょっとね、四ツ谷が音こもりがちだから、最後、僕が叫んで終わらせて。今叫んだ。今のやつじゃない。閉めてください。音楽流して終わろうかな。はい。では。お付き合いありがとうございました。うん、ここに来て新しい。お金さんも皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。